you might be nearly the master of the Hong Kong Mile. Three previous runners, you have a winner, two placings.香港マイルで3回走ってて、勝ち馬も出してて、着に来ていて、香港マイルのマスタートレーナーなんじゃないかっていう話なんですけど、どうですか？本当に香港とも、ね、相性いいんで、今年も、いい結果期待してます。What are your memories of those years? Viv Loss, maybe a little unfortunate to run into Beauty Generation, then you win with Admire Mars, so great memories for you? Viv Loss は残念ながら、ジェネレーションちょっと早く取れませんでした。アドマイアマーズで勝ちました。それらを振り返って思い出してみて、どんな記憶が残ってますか？そうですね、ビブロスで最初に香港に来た時はビューティージェネレーションというすごく強い馬がいまして、いつかはこの馬をに勝ちたいなと思って、その翌年アドマイアマーズで勝ったことをすごく嬉しく思ってます。 This year of course we have Divina the mareDifficult to compare horses, but do you think she is in the same class, same rating as Viv Loss and Admire Mars? 今年はヒンバーのディビーナを連れてきてくださっています。過去にここで戦った2頭と比べると、なかなか比べるのって難しいと思うんですけど、同じように強くてチャンスがあると思っています。そうですね、今回のディビーナはビブロスの、ビブロスのお姉さんの子供になりまして、ビブロスとよくこの血統はすごく精神力が強いっていうか、精神的にすごくタフな馬なので、こういう海外に来ても自分チャンスあると思います。 You come back to the 1600 meters on Sunday after running in the Queen Elizabeth Cup at the longer trip. She still ran well there, but obviously 1600 is probably theideal distance. 距離、前走、エリザベス女王杯で、2200使って、今回はマイルに戻るという形になります。エリザベス女王杯でもよく走っていたと思いますが、マイルの方が合うと思っていますか？そうですね、もともとマイルの方がこの馬は、合っていると思います。 Is she better left-handed or am I over-analyzing things? ちょっと考えすぎかもしれないですけど、左回りの方がいいんじゃないかなんて思ってるんですけど、そのあたりはいかがですか、今回右回りで。それよく日本でも質問されるんですけども、たまたま、左回りがいいから使ったんじゃなくて、ちょうど馬場の回収とかが日本で阪神とか馬場回収時期と異なって、左回りの競馬場しかなかったもので、結果的に左回りで走って結果残しているという感じです。Barrier 7, middle draw, Christian DeMuro, where would you expect her to be in the early part of the race? 真ん中ら辺の7番枠でデムロ騎士、どのような位置で乗ってほしいか、どのような形のレースになると想像していますか？そうですね、昨年の2月頃に実際デムロ騎士にディビーナ乗ってもらいまして、勝ってるのところで、クリスチャンも、ね、すごくいいイメージ持ってると思うんで、その時に勝った時に初めてまだ、2勝クラスのレースだったんですけども、将来的にこのまま 10勝勝てるよって言ってくれて、だからすごくいいイメージ持ってると思うので、今回もすごくいいイメージで乗ってくると思う。 I know that Japanese trainers traditionally don't like to talk about other people's horses, but we have a lot of Japanese horses in the mile. How do you assess them? Do you have an opinion of the Japanese milers?日本の調教師の先生方、あまり他の馬については話すのはですね、避けたいというのは存じ上げてますが、今回マイル2頭日本馬全部で出走ということで、他の馬に関して少し何かイメージだったり、どんな馬を、が一番強いと思っているかとかですね、強敵がいるかとか話が出ましたらお願いします。そうですね、日本でもね、本当に強くて、マイルで5頭出走してるんですけども、まあその中でもね、直近のマイルチャンピオンを勝った馬とかね、出てるんで、香港にもすごく強敵いますけども、日本の馬も、にも、の中にも強敵がいます。So do we approach the race, confidently or hopefully? 自信がありますか、それともうまくいってほしいなというような望みのような気持ち、どちらよりですかね、どちらかというと。真ん中ぐらいです。Middle of that. Good answer. 素晴らしい答えです。Ladies and gentlemen, a quick question from the floor from anyone? OK,
か質問ある方がいらっしゃったら。I think we're good. Tomomichi-sensei, thank you very much for joining us. Thank you very much. ありがとうございます。